マナーモードの設定方法をご説明します。ステータスバーを下にスライドして、画面右上の設定アイコンをタップします。マナーモード解除をタップすると、マナーモードを設定できます。本体左側面の音量下ボタンを長押しするとマナーモードになります。通知パネルにマナーモードのマークが表示されたら設定完了です。電源ボタンを長押しします。サイレント、バイブレーション、サウンドから選択できます。ホーム画面からアプリ一覧、設定をタップします。音、バイブ、LED をタップします。マナーモードにチェックを入れます。注意文を確認し、OK をタップします。通知パネルにマナーモードのマークが表示されたら設定完了です。マナーモード種別をタップします。ここからバイブレーション、ミュートを選択することができます。ここで選択したマナーモード種別がパターン1から3でご紹介したマナーモード設定方法に反映されます。